電力切り替えユニット取り付け接続工事。電力切り替えユニットは容易に点検のできる場所へ取り付けてください。本体の取り付けは両側面から 15mm 以上、下側面からも 15mm 以上の間隔を空けてください。カバーと内カバーを取り外し、取り付け穴で確実にネジ止めしてください。電力切り替えユニットの端子台に電源線とアースを接続してください。図は単層3線用です。単層2線用は TA、TB 端子がありません。施工の際は施工説明書をよくお読みになり、安全・確実に施工を行ってください。